皆さんあの、井上と申します。えー、今日、私どもが普段お世話になっている皆様に、各も盛大にあのお集まりいただきまして、えー、感謝、感激でございます。また、あの4人の、えー、基調講演の方々のお話あの、素晴らしい気象転結になっていたのではないかと思います。あの皆様には、えー、大変楽しんでいただけたのではないかなと思っております。えー、また、この後がですね、えー、私の話の後休憩が入りまして、 えー、素晴らしいパネルディスカッションが、えー、準備されておりますので、えー、ぜひこうご期待ということでございまして、えー、私の役割は中継ぎでございますからあの別名を時間調整役とも申しますのでちょっとはしょってあの、えーまあ、それでもあの私ども、えー、リモートセンシングこれで財団40周年になりますので。えー 今までの歩みと今後についてごあご挨拶も兼ねて5分か10分弱お時間を頂戴したいと思っております。これは私どものパンフレットにもよく載せてある絵でございますけれども1975年にレステック設立いたしました。 えー、この間ちょっと調べましたら1975年ってビル・ゲイツがマイクロソフトを作った年なんですねあの比べていただいたら困るんですけども <laughs> まあでもそういう会社と同期であるっていうこともまあ一つあのちょっと嬉しいかなという気もしております まあそれに先立つこと3年前にランドサットが72年に打ち上がっておりますのでそれに合わせていろんなことが進んできて1979年に NASDAEOC の業務が開始されて地球観測衛星の運用から観測データの受信処理そして解析に至るまで一貫したリモートセンシングに関する技術を蓄積してまいりました。ちなみににそのの技術能力をにして研修等の人材養成や 国際的なプロジェクトへの貢献も進めておりまして JICA さんの研修を始めさせていただいたのが1978年からになりますえそしてデータ配布からソリューション提供へと業用を進めてまいりまして2011年に一般財団法人となり2015年今年に40周年となっておりますこの歴史が実は書かれた2冊の本がございまして これだけはちょっとあのちゃんとご説明するようにと事務局から命じられておるんですが、えーまあ、一つはあの皆様から見て左側でございますね、えー、こういう本でございます、えー、これが40周年記念誌といたしまして、えー、題名は人工衛星リモートセンシングの黎明期と、えー、これは著者のレステクの福田徹さんが 乱獲ことはじめに申しまして、「かくことはじめ」というサブタイトルをつけていらっしゃいます。かくそくというのは、当時のリモートセンシングの,あの訳語なんだそうですね。で、実はこの本は、あの一般財団法人、新技術振興、えー、渡辺記念会様のご支援を得て、えー、作成したものでございまして、で本日は、えー、そちらから、児玉理事様にもご来臨いただいていると、えー、聞いております熱くこの場を借りて御礼申し上げます。 えー、それからもう一冊青い方の本、えー、こちらはレステクの技術参与、えー、我らが坂田俊文先生の,あの坂田俊文が語る日本でのリモートセンシングの活動とその裏表、えー、あえて表裏ではなくて裏表なんだそうです、えー、オーラルヒストリーでございますので、えー、大変興味深い裏話が、えー、満載されていると。 いいうことでございます特にこの本の最初と最後にですね、えー、先ほどはその基調講演もいただいた東大名誉教授の安岡先生が坂田先生にインタビューをすると、えー、このリモ線の世界の二大巨人の対談が頭と最後に入っているというもうこれはあのこの業界の関係者必読の書でございますので、えー、本日は特別にですね、えー、2冊とも無料で 差し上げます。あのぜひお帰りの際にはお忘れないように、えー、お持ち帰りいただきたいと思います。えーえー、さてこれはこう40年前のあの地球観測運用事業、それが皆様から見て左側で、えー、まあ当時の NASA の地球観測センターでの地球観測運用業務の実施を移、えー、したものでございますし。 皆様から見て右側これは私どもの池田理事長とイージオスの社長が握手してこれから国際的な進出それからそのソリューションの提供とこういうものを手がけていくんだというそういう写真集でございます。 でまあ、これはあの先ほどちょっと見たなという感じが皆さんされるんじゃないかと思うんですけど、えー、私どもはこれを安岡モデル安岡サイクルと呼んでおりまして、えー、私どものもう精神的それから理論的支柱でとして、えー、安岡先生がお作りになったやつをちょっとお借りしてるんですが、えー、まあ私ども非常に強い思いとして、えー、衛星リモ線は地球の今の現状を把握して伝える、えー、そういうことから、えー、実際社会の施策の検証 それからインフラへの実装につなげていかなければならないとい、そういう考えを持っておりまして、それを安岡先生のサイクル、モデルを通じてどこまで来たかということを常日頃判定しております。まあ残念ながらまだ道半ばでございます。ただ、これだけのことをやる、このサイクルを回すには多くの民間企業、大学、そして多層的な行政、参観学のですね、スクラムが必要になってまいりますので、 またその IT 産業が持つその素早さこのサイクルを回す上においてやはりその辺が一つ学ぶべきところがあってやはり我々の場合その予算制度もありますし例えば農業をやると1年かかってしまうようなところもあるんでなかなかあの素早く回せないという事情もこれあるんですがやはりこのサイクルをより早く回して例えば失敗するところは早く失敗する。 でいいところをちゃんと見つけていくっていう作業をこれからやっていかなければいけないなというふうに考えております。で私どもとしてはあこの最初の,その計測モデル化シミュレーションこの3つの流れを、えー、サービス化したもの、えー、これを、えー、ソリューション提供サービスとこういうふうに呼んでおりまして、えーまあ、あのこの会場の外に、えー、この5つの分野をあのポスターセッションを設けてございます。 まあこの5つの分野ももう当てずっぽにやったわけではなくて我々の研究開発それからソリューション事業部の人間が国内外海外も十分歩いて足で火星で足で考えた足では考えられませんねあの足で歩いて頭で考えたその結果がこの5つの分野でございますえまあ社会インフラの保全それから農業海洋なんか森林 それから災害という分野で5人のチームリーダーの顔が載っておりますこの指名手配の写真に載っている人間もしくはその代理の者が今日は必ず来ておりますのでぜひこの休憩時間にポスターセッションに寄っていただいていろいろ厳しい質問をしていただいて鍛えてやっていただきたいと思います他にもいくつか自民国がアニメーションをいっぱい作ってくれましてですね この一つ一つご説明したいんですがこれはちょっと休憩時間に飛ばさせていただいてちょっと割愛させていただきますえまともに誠の残念ですがこのリモートセンシングにおいて最も需要があると我々が足で稼いだ情報から作ったこの5つの分野をぜひ現場からいろいろ聞いていただきたいと思いますえ付け加えますと 一つのサービス事例としてここに空間基盤情報 AW3D という全世界デジタル 3D の地図の商品がございましてこれに付随するいろいろなこれは PMM と PM M って名付けておりますねプロジェクションマッピングモデルこういうのプロポータブル製品等も置いてございますのでぜひハンズオンで確認いただければというふうに考えております。 最後になりますけども、まあ、官民の、えー、適切な役割分担で始まるこれでございますが、まあ、現在のリモートセンシングの世界はあのーまあ、私非常に私、まああのー、考えるに大変多様なニーズがございます。まあ、例えばその安全保障的観点それからビジネス的観点これらが非常に多層的に重なった複雑系のシステムになっておりますので三間学のそれぞれのプレイヤーが役割をある程度意識して、えー、共有していく。 それを適切に分担して、まあ、壮大なエコシステムを構築していく、まあ、その中に例えばベンチャーキャピタルやいろいろな方が入ってくるんではないかと思います、えー、そのためにはやはり三間学の関係者が共有できるビジョンデザイン戦略を今後どうしていくかこれが一つの,あのディスカッションポイントになってくるんではないかと思っております、まあ、より具体的にはその最初の丸ポチでございますけども、まあ、日本としてのスウォット強み分析ですね 強み弱みオポチュニティスレッドそれをちゃんと真剣に分析して得意をどうやって生かすのか得意を生かすということはやはりグローバルユーザーの期待がどの辺にあるのかということをちゃんと考えてそれに対して持続的な観測網を作っていく。 ここれ非常にに重要なことになととっていると思います、まあ、あのもう少し具体的に言いますとその先進工学、えー、先進再衛星並びにこうアムサー等の後継機、えー、そういう環境観測衛星を軸とする持続的な観測網をちゃんと作っておくことそれを、えー、日米を基軸,基軸とした国際協業に進めていくことこれが今非常に大事なことではないかなというふうに考えております。二つ目のポチこれも長が、えー しっかり説明してくださいました法制度の整備これが非常に必要だと考えております、まあ、最後の3つ目のポーチですけども体制としてどうするんだやはりチームジャパンとして、えー、しっかりとした体制を構築していくことが必要だろうでこの中には多分リモ線の関係者だけではなくて例えば ICT の企業の方々 それからいろいろろなファイナンスベンチャーキャピタルをはじめとしたファイナンスを専門とする方々いろいろな方々が一緒になってシステムを組んでいくということになると思います。まあ、レスティックはこれからも皆様と緊密なコミュニケーションを取らせていただきましてこのチームジャパンの調整役をやらせていただければというふうに思っております。 まあ最後になりますが、この40周年があの未来に向けまして、本日お集まりの皆様との連携、協業の新たなスタート地点になればと願っております。ごご清聴ありがとうございました。